日本に何万人ぐらい会員いると思います？出勤しなくてもいいっておっしゃってたじゃないですか、はい、100取材しても書くことって1なんですね。法政大学3年の古田小次郎です。今日は社会人の仕事に1日密着できるということで、参加させていただきました。慶応義塾大学法学部政治学科2年の川野綾子です。私はブランドデザインの領域に興味があるので、今日のジョブシャドーイングで生の仕事の現場を観察できたらいいなと思っています。よろしくお願いします。あ、おはようございます。よろしくお願いします。ニスピックスの山口です。よろしくお願いします。お願いします。ニュースピックスなんですけども、あ、まずお二人にちょっと簡単に聞きたいんですけど、ニュースピックスってなんかニュースメディアだと思います？それともなんかプラットフォームだと思います？なんかそれとも何かエコシステムを作ってるような、まあ、経済圏を作ってるようなサービスだと思います？なんか二人の全然印象でいいんですけど、どんなところにありますか？メディア、メディアの印象。私もメディアの印象です。メディアって印象ですね。なるほど、分かりました。ニュースピックスはユーザーベースっていう親会社がグループの中の、会社に、親会社になってまして、でその中の一つのグループ会社という位置づけになります。でユーザーベースグループ自体は全てのグループが経済情報で世界を変えるっていうところをテーマに、動いているサービスになります。あらゆる経済情報を人とテクノロジーの力でつないでいって、でそれを分析創出してビジネスパーソンの生産性を高めるためのこうサービスとして、私たちはそのプラットフォームを生かして、世界中で愛されるインフラを作っていきたいなというふうに考えているサービスです。今ってニュースピックスって、まあ、お二人はまあ今見ていただいているっていうところだと思うんですけど、だいたい今日本に何万人ぐらい会員いると思います？5万人ぐらい。5万人。何ぐらいだと思います？300万人ぐらい。おお、今ですね、実は380万人いるんですね。でもう一つ自分らしい人生を設計するって書いてあるんですけれども、ロングバケーション制度っていうのは実は整えていて、普通にその有給っていうものを社会人の人はみんなもらえるんですけども、それと有給休暇っていってお給料をもらいながらお休みをできるっていうのがあるんですけど、それとは別に1週間ほど自己検査のためだったりとか、例えばNPO 法人手伝いたいとか、海外の実態を知るためにちょっと旅行に行きたいとかっていうことでもいいですし、1週間まるっと、先ほど言った有給休暇とは別に自分の休暇を取れるっていう制度があります。まあ、うちの会社では、まあ、先ほど言ったとおり、自由自由っていうところがかなりブランディングにはなってきているんですけれども、ただ自由なだけじゃなくて、その自由が成り立つにはやっぱり本当に働いているみんなが責任を果たしているっていうところはかなり重要で、やっぱり自分のやりたいことに対してどんな人を巻き込めばいいのかとか、どんな情報を取得すればこれがうまく回るのかとか、うまくいくのかっていうことをちゃんと考えて主体的に動ける人ばかりなので、まあ、自由とセットでやっぱり責任っていうところをちゃんと果たしてくれる人ばかりが、まあ、うちの会社では揃っているっていうところがありますね。勤務、出勤しなくてもいいっておっしゃってたじゃないですか、はい、いつも普段はどうされてるんですか？やっぱしてないんですか？ですね、基本的には会社に来た方がはかどることとか、会社にいた方がやりやすいこととかっていうのはやっぱり会社に来てやってる感じですね。例えばやっぱり定例ミーティングとかはみんなで集まって、その経営のアジェンダをどう潰していくのか、どう対策を打つのかってやっぱりみんなで議論した方が早かったりするので、そういう場合は会社に集まったりしますね。よろしくお願いします。はじめまして、あつみと申します。ニュースピックスで営業しております。よろしくお願いします。なんかこう、私ずっと地方の出身なので情報の格差とかすごく感じてたんですね。最初自分で伝える側をやってみた。で伝える側をやってみたら、100取材しても書くことって1なんですね。ニュースってデイリーっていうものだと1分枠しかないので、1分でどう伝えるかっていう風になってきちゃって、これ私は100知ってるけど、それこそユーザー
まあ、1しか知れないじゃんっていうのが一番最初に気づいたことなんですね。じゃあそれをもっとどうやったらよく伝えられるんだろうっていうのが次のテーマで、リクルートってもともとリボンモデルって言われてて、ユーザーがこう リボンの絵があったとすると、左側にユーザーがあって、右側に例えばホットペッパーだとお店の数があって、スーモだと家の数があって、ここをどん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 大きくしていくことでユーザーとこう物をつなげるっていうビジネスやってるんですけど、そのビジネスを知りたいっていうのが次だったんですよ。でそっちで営業をやったら、あ、じゃあどっちも掛け合わせたようなことできるかもっていうので今になるっていうのが今の変化。